このみんな調子はどうよ。マリサだぜ。アサリ？マリサだよ。なんだマリサか。なんだとはなんだ。今日は何の用よ。今回もとっておきのホラーゲームを持ってきてやったぜ。またクソゲーやらされるのね。毎度失礼なやつだな。まあいいわ、暇だし付き合ってあげる。それじゃあ始めるぜ。始まったみたいだけど、これなんて書いてあるの？赤信号、みんなで渡れば怖くない？だって絶対そんなこと書いてないでしょ。私青信号ですら渡るの怖いのに、赤信号を渡るなんてとてもじゃないが無理だね。お、なんだこれ。バイオハザード7だな。 PC 版だね。何やらこのゲーム、諸所に散らばったゲームソフトを回収するゲームらしいぜ。クソゲー臭が半端ないんだけど。つべこべ言わずにやってみるのぜ。ゆで卵みたいなおじさんの写真が飾ってある。業務の将来の旦那さんだな。やめて。グラセフだ。おろ、グラセフは回収できる。回収できるソフトとできないソフトがあるのね。このホラゲの作者が気に入ってるゲームだけ回収できるっぽいな。なんだその謎の設定は。PS4 だ。今度はザ・ラスト・オブ・アスが置いてある。メジャータイトルが多いな。もしかしたらこのゲームの持ち主実況者なのかもね。随分パチモン臭い PS4 だ。スイッチとか XBOX はないのかね。他の部屋にあるのかも。こっちにも写真が飾ってある。ジャンルがばらついてるな。あ、タイトルで出てた顔だ。カバを擬人化したらこうなりそう。乱暴のポスターだ。そしてこっちはあの某ホラーゲームをホモゲーにしたオコラストだ。マリサなんでそんなこと知ってんの。いや、その、霊夢のやつが以前プレイしてたのを見たんだぜ。霊夢？にしてもおっさんの写真がそこかしこに飾ってあるな。タイトルの顔ってこの人の似顔絵だったのかな？言われてみれば似てる気がするのぜ。半年くらい洗ってないパンツ履いてそう。この写真の人がゲームの作者臭いな。我々はこの人のコレクションを集めてるわけね。お、おぞましい。一体何なのこの写真は。すまんヨウム、我々にはまだ早すぎるゲームだったかもしれん。今さらそんなこと言っても遅いよ。そうだな、始めたからには最後までやらないと。他はどんなゲームを持ってるのかしら。レゴのゲームか。これも回収できなそう。アサシンクリードは回収できたみたいだぜ。またグラセフだ。これも回収できなそうだな。お気に召さなかったのね。これは何のゲームだろ。ダイイングライトか。たくさんゲームソフト持ってるなぁ。こっちはウォッチドッグス。このゲームのプレイ動画見たことあるけどすごく面白そうだった。なんだヨウム、今のゲーム持ってないのか？うん。11月14日まで無料で配布してるらしいぜ。そうなの？一度やってみたかったから後でダウンロードしてみるよ。これで歌詞ができたな。マリサ生まれて初めて人の役に立てたね。地味に胸に刺さるようなこと言うのやめろ。これで一通り回収したかな？まだ見てない部屋があるんじゃないか？あったっけ？ここは初めてだな。トイレね。マッドマックス。ひ？ここに来て申し訳程度のホラー要素。誰かいるんだが。すんごい頭プルプルしてるわね。セルフの右心灯かな？あ。電気消えたな。ライトもつかなくなった。プルプルしてたやつの仕業臭いぜ。ライト戻ったわ。なんだこの置き土産は。さっきまでなかったよね。よく見たら便器の中にもソフトあるな。スターウォーズ？なんで便器の中にソフト収納してんだ。うわ、なんでうんち流してないの？なんでうんちこんなにもリアルなの？間違いなくこのゲーム一番の見どころだろうな。これ動画化できるかな？絶対動画にするのぜ。こんなひどいゲームの実況動画投稿したら低評価の嵐だよ。ただでさえ動画への出演数が少ないんだ。頼むよヨウム。どうしようかな。私が動画に出られる数少ない機会なんだよ。次はもっとまともなゲーム持ってくるからさ。しょうがないな、今回だけだよ。ありがとう、ありがとうヨウム。って言ってもこの実況が動画化するか否かは私が決めるわけじゃないんだけどね。はぁ、あ、動画化されるといいね。うわ、また出てきた。グラセフシリーズほんと多いな。うわぁ、なんなのよこれ。顔だぜ。そんなの見りゃわかるわ。しかもこれで終わりかい。誰だこんな謎ゲー持ってきたの。出てこい。お前だよ。あ、私か。未だかつてこれほどまでに謎なゲームを見たことがないわ。いやーよくできたゲームでしたね。どこがだよ。またこういった洋ゲーの実況を見たい方はぜひ動画に高評価お願いします。評価が良ければまた出演させてもらえるかもしれないので、それではまた次の動画でお会いしましょう。マッサラーマ。